精霊教会精霊教会はハイデルベルクにあるキリスト教会である。合同教会として活動しており、ハイデルベルクアルトシタット福音主義教会共同体が精霊教会で礼拝を行っている。現在の精霊教会はハイデルベルクアルトシタット福音主義教会共同体に属する福音主義教会である。同時にバーデン福音主義宗教会の ハイデルベルク教会地区に属している。ハイデルベルクアルトシタット福音主義、教会共同体は、ドイツ福音主義協会を構成している地域、教会共同体の一つでもあり、福音主義合同協会にも属している。教会堂は、ゴシック様式である。高さ82メートルの塔を持つ。マルクト広場に面して建っている。百六十三年に出版されたハイデルベルク。 信仰問答はこの教会で生まれた。教会の最初の記録は1239年に遡る。当初、ローマ建築による教会が建てられていた。しかしながら、ループレヒト3世の命令によって1398年にゴシック様式による大規模な教会建築にとって変わった。この年がこの教会の創設年とされている。内人は、 1410年までに完成したが、新郎の建設工事は1441年に完成した。塔の建設工事は1508年以降に完成した。内陣には歴代のプファルツ選定校の墓が含まれていた。1623年まではパラティーナ文書が聖火堆積に置かれていた。プファルツ継承戦争によって1693年に教会は 大きな損傷を受けた。ローマカトリック教会と福音主義教会の両方の教派が聖霊教会での礼拝を望んだために1706年から1936年まで聖霊教会街道は壁で2つに分けられていた。新郎側は福音主義教会、祭壇がある内陣側はローマカトリック教会が使用していた。1936年に両教派による 共同使用は終わり、バーデン福音主義宗教会に属する単独の福音主義教会になった。東隣にはヘラクレスの噴水や視聴者などがある。東側にはカールス広場やカールス門やコルンマルクトや民族博物館などがある。北側にはアルテブリュッケがあり、ネッカー川が流れている。西側にはフリードリヒエーベルト大統領記念館や、 網羅ス邸などがある。南側には騎士の家などがある。南東側にはハイデルベルク城がある。南西側には大学図書館や大学広場などがある。ありがとうございます。